喋ることがありません。ちゅうわけでどうも皆さんこんにちは、野々中井です。今回も阿部鬼の方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、やっとこう。やっていこうもう。ほんと喋ることないから。行こう。この阿部さーん。鍵がかかってる。行くぞ。3、2、1、2、3、ほい！あ、間違えた。こっち行ける？行けない。行けない。オッケー。ちょっと阿部さん、オッケーオッケー。いいぞ。もう、赤っ端だ。あ、わかった。あそこのテーブルに何か隠されてるな、これ。うん。そんな気がしてたの。でも絶対あのテーブルに何か隠されてるから、今から行ってまいります。で、一回あれを調べることによって阿部さんがどっか行くから、いや、さっきそうなってたから、絶対そうなの。そういうことになったの。はい、行った。OK。これで、阿部さん行ったから、ここを調べよう。よいしょ。何にもない。そしたら、まだ行ってない箇所として、本館だっけ？あら、違うか。本館じゃねえや。別館の5階とかって、行ったか。あら、行ったっけか。いいや、わかんねえ。行ってこよう、もう。もう、疑わしきものはすべてやるってのは、あれですから、それなんです。はい、行きましょう。疑わしきものは、全部広重です。すっげえくだらないこと言ったね。よいしょ。よいしょ。で、地下に潜って、どこやろ A チームばりに地下に潜りまして、ディンテケディンディン、ディンディンディン、ディケディン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 、ディンディケディケディンディン、ディンディケディンディン、ディン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 、ディンディケディンディン、と、ディン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 と、ドゥ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 ンドゥ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 ンドゥ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 ドゥドゥディンと、はい、喋れよつうことで、もう歌ってねえで、よし。はい、ここに来て5階。まあミスアンダースタンドということで、モニターを一応見よう。5階。あら、見えない。あー、鼻がちょっとやばいな。ハクションが出そう。大魔王が、あ、台座か。あら、これいけないパターン。あ、いけたわ。いけたけだってなんだ。あ、まさかの何もないパターン。それやめてくれや。するってと、これは関係ねえんだよな。するってと、もうすでにこれで溶けるってことかな。ネジ、ドライバー、板。それとこのメモ。J4R。J4R とさっきのトマト時計のあれと S=4 だか5だかわかんないけど、5=4のあれで何かが溶けるっていうことなのかな。おじさんちょっとよくわかんないな。ちょっと俺頭固いんだから、多分カッチカチなんだから、もう本当にやめてくれよマジでそういうの。あら、なんか信号が入力されていませんみたいなの出てきたの。なんで、え、なして、は、なんでなぜ、 why？あ、治った。
治った治った。はい。じゃあ下に降りていくか。また一個一個。やっぱ本館？あ、ここちょっと行ってみっか。また行けてるように、行けるようになってるかもしれない。じゃあこっちに行ってみます。行けなかった行けなかった。はい、まだ5分しか経ってないから大丈夫。とりあえずこっちじゃねえや下だわ。下降りて別館に戻りましょう。ベッカム君にね。よいしょ。めんどくせえんだよなこれ、やたらと長いから。こっちの方もなんもないもんね今。うん、こっちもない。オッケー。じゃあ、あ、こっちは、あ、じゃあここから降りっか。あ、出れないんだっけこれ、間違えた。降りて、こっちの方が近いんだっけか。いたか。まさか地下になんかまだ残ってるってことないよね。やだな、そしたら俺やだよ地下嫌いだからね。地下ネタばっかやってたけど GTA で。こっちはいける？いけない。 OK、 GTA やんないと何かしらの使命感みたいなものを今感じてますから。この辺はだってしらみつぶしに調べ尽くしたから、こっちって本館の1階のあれだよね、上の部屋が空いてなかったんだよね確か。ちょっと待って、でも板とネジとドライバーがあることでなんかできるんじゃねえか説ってのもありますよね。こっちはないから、でここが開いてなかったんだっけ。そう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 、だからここを開けるための何かが、ちょっとさっきからキーを押し間違えてますけど、ここにさあ、でもこれ意味ないか。向こう側に行きたいわけだよね。こっちは、あ、これか。ちょっと待ってね、ここちょっと調べて、調べたんだよねここでも。言うてもね、ここ5桁だったっけ、パス。あ、違う、4桁か。わかんねえな。ちなみに全部数字だよね。なぜか16進数になってるとかないよね、ここ。ないか。ここのパスがわかんねえんだ。こっちの方も別段何があるでもなく、これでしょ？H になるのかな？これ、ひっくり返して。4が H になって、イコール5みたいな。H が5みたいな。でも H ないもんな、今。でもこれ回転させることがミソになってくるんじゃないかなと思うんですよ。わざわざ書くってことはね。わからんなぁ。まあいいや。
やっぱあそこのあれがそれなのかな。ねえ、代名詞ばっかで喋ってっけど。ここも調べらんないし、こっちは、ああここか。でここがこれだから一旦ちょっとセーブ。セーブして、これっしょ。ちょっと待ってください。シンキンタイム入ります。4と、ん、いやでもな、違うか。トマト、時計、と、S、J、K、K、R って K なのかな？ R が K だとしたら、いや、わかんない。わかんない。なんでだよ、もう。阿部さん、ちょっと勘弁してくれよ、本当に。びっくらこいたぞ、俺、もうナチュラルに。ナチュラルびっくり来たぞ、今。本当に。冗談よしこさんだぜ。やっぱパスを間違えたら阿部さん来ちゃうんですよ、俺。でも、安倍さんがわざわざ来てくれるっていうことは、やっぱ方向性は合ってるわけでしょ？あそこ開ければいいってことでしょ？ですよね。難しいね。こういうの苦手なんだよ。なんか今まで散々さ、謎解き得意とかさ、なんか脱出ゲーム今までいくらでもやってきたからこういうの慣れてんだよとかさ、調子乗って言ってましたけど、これはわかんねえわ。お悩みパートですね、今回。お悩みパート入りました。いやー、もうサクサクっとしたさ、パンダみたいな謎解きないかね。ここだってもうなんもないべ。よいしょ。そうでしょ？こうなるでしょ？あ、これもあったんか。すっかり忘れてた、これ。これこそさ、トマト時計でしょ。トマト時計。打つぞ、ほんとに。マジでトマト時計。立ちつてトマト。安倍さん来るで、これやったら。なんでもないっす。あ、でもなんでもないか。だってこっち行けないもんね。これを開けるべき。1,2,3,4,5,6 でしょ？ 6 文字パスで、あれか。手がかりが足りないよな、これどう考えても。わかんねえ。わかんねえだ。わかんねえだよ。まあいいや。ちょっと考えます。悩みます。なんかね、なんとなーくだよ。わかった気がしてきた。分かった気がしたんだけども、はっきり言って、文字数が合わねえよなーっていう、間違えた。気がするんですよね。カタカナのやつ？
要はね、J4R? 分かったんですよ、J4R。要はキーボードを表してるんですよね、アルファベット。つまり、おいしょ。あ、ここ、右行け。ここですよね。キーボードの J と4と R のところを見てみると、まあ、日本語キーボードだと、これね、マウスになるんですよね。だからこれを打つんですが、3文字でいけんのかな？う、さしす。あ、いた。レーダー。まあ一応セーブして、まあどんぐらい考えてたかっつうと、まあ、さっき29分でしたよね。今41分だから結構考えたな、お前っていう 感じですね。レーダー。ランダムに出現する安倍さんを感知している。持っているだけで有効。なるほど。それで、あとは、どこでしたっけ？やるべき場所。開けるべき箱？左上なんかチカチカしてるの気にしないでください、ちょっと。上か。上か。長考の時間に入ります。何その思わせぶり。板を固定しないとダメだな。何その思わせぶり。ちょっとさ、マジで言ってんの？お前これなんか意味あったんだ、やっぱ。いや、さ、一番最初に見たやつ？これ。せばあれ何だったんやろうなって思って言ったらさ、これだよ。まさかじゃん。まさかじゃん。板固定するぜ。そしたら、もう。はい。いや、そういう穴？6724？ ちょっと待って。6724。はい、長井さんのグダグダ謎、またか、お前は。本当に下手ね。うるせえ！ 6724 ね。宝箱どこだっけ？上か。オッケー。マジかよ、もう疲れたわ、俺。どんだけこれね、片っ端から部屋調べてましたからね。本当に、疲れた。ここじゃなくて上か。そしたら、どうだったっけ？こっちか？これだ。はい。6、7、2、4。ハートカードのビーズ！やったー！セーブ。じゃあ、これハメハメして今回終わりましょう。はーい。はーい、やねえよ。よいしょ。こっちにクローゼットあった。ないか。クローゼットあんのどこだ？こっちは？ないか。よし。じゃあまた落ちる作戦で行こう。はい、オッケー。あー、そっちから来る？まあいいや、ここから落ちよう。はい。いやー、もうめんどくせえ。何が手に入ったっつった？廊下の儀？本館4階。いやー、疲れた。はい。というわけで、今回これで終了したいと思います。今回、超グダリングパーツでした。あー、じゃあ本館4階行ってから終わりましょう。いやー、もうね、やだ。ん？こっちか、4階って。いやーもう左上なんかめっちゃチカチカしてんだけど。XX がめっちゃ出てくるんだけど。
これ何回バカになってきちゃったよ。ここか。マリー。ここですね。じゃあ今回この日終了したいと思います。ではでは次回もまた、アベの館、アベノミクスで会いましょう。疲れた。